どのようにじゃあ文法の方を勉強していったのか。はい、どのようにしたんでしょう。わかんないです。いや、いつの間にかこうなんかある程度は身についたって気はしますけど、本当にこの英語の勉強、学校でやる英語の勉強、何が嫌いかって、その英語自体は別に嫌いじゃないんですよ。何が嫌いって、そのさっき言ってた三単現だ、過去完了、受動態、なんとか態ね、もう進行形、もう本当に意味、それの意味が分かんなくて、そういうのが出てくると、もうこうなんかアレルギーが出るというか、文法用語が嫌い。文法が嫌いなわけではないです。そうそう、文法は必要だと思います。やっぱりあの相手に伝えなきゃいけないし、ちゃんと言わないと、だって、ね、私はご飯食べたわ、ご飯私食べたとか、そうですね、そう言ってしまっても、ね、困るわけだし、その通りでございます。それやっぱ知っとかなきゃいけない最低限はあると思うんですけど、文法用語を使わずに習得、自然にできた感じがしています。あの本当簡単なとこは僕最初自主学習した時に、文法書というか、なんか表現何個で覚えるみたいな本、フレーズ集だったりみたいなありますよね。ああいうので A、C、B、O、シャン、なんとか、そういうパターンはいくつか覚えて、あ、そういうことねっていうのだけは自分で覚えました。で、あとはレッスン中に先生から時間とかいつとかっていうのは前に持ってくるんですよ、先頭持ってくるんですよっていうことを言われたりとかして、自然と身についていったかな。じゃあこれどういうふうにやるかっていうと、実際に使っている人の真似をするんですね。はいはい、僕のレッスンっていうのは、まあ、スカイプでやるんですけど、あの録画が残るんですね。レッスン中に僕が話したどういうことを話しているのか、川村さんがどういうことを話しているのか、全部その1時間の様子っていうのが、動画として残っていくわけですけれども、川村さんですね、めちゃくちゃ見てるんですね。要は僕の言ったものを真似真似真似をしてるんですよね。これどの時にするんですか。職場 の通勤時間で車で大体40分ぐらいなので、だから音だけ流して、で、あの、まあ、その時の気分で先生が言ったのをなんか真似して言う、声から出して、口から出してみたりもするし、あのレッスン中に言えなかった、自分の中国語で言えなかったところを、ああ今だったらなんて言うかなで中国語でそれを言ってみるとか、先生が言った中国語が分かんなかった動画を聞き流してて、ああなんでこの時聞き取れなかったかなとか、そういう感じで通勤時間にレッスンの様子を聞いて真似をする。本当はこう言った方が良かったなとか、自分の中で復習をしていったりとかして、ああこれこう言えば良かったな、新しい気づきがまたそこであると、うん、わざわざこう一生懸命聞いて書いてとか、そんな復習はしてないです。河村さん本当そういうことは一切しておりません。あの文法書ノートいっぱい取ったりとか、そういった学習は一切本当にしてないんです。なんか D2 表演、台湾表演、 D2 在台湾表演だ、うん、うんうん、下次就可以在台湾唱，嗯，大象说说万福和三喜，ね，演奏したいですね。那时候很好大的体验。那时候，我开始学习中文，啊，自己学习，嗯，但是没说中文。勉強はしてましたけど、話せる感じではなかったので、うん、但是我觉得那演奏的时候，我学习开始中文，所以我想说中文什么说，何か。嗯，せっかく勉強してるんだったら、本当にちょっとでもしたいと思ったんですよね。じゃあ聞き流します、自分でも真似しますって言ってくると、この音のリズムとか五感っていうのが体に染み付いてくるんですね。例えば川村さんに質問なんですけど、おやおしゃん、ちょっと気持ち悪くないですか。おしゃん、いやですよね。じゃあこれ文法的にどうなんですかっていうふうに川村さんに聞いても、これは分かんないんですよ。でも今おしゃん、やっていう風にこっちの方が自然だよね、これっていうのは
僕との会話の中でウォシャンヤオという場面、他のニュースだったりドラマとかでも、うん、ウォシャンヤオ強くこれ一個ちょうだい、これが欲しいよっていうような言いたい時はシャンヤオの順番なんだなっていうのを耳でも覚えるし感覚的にも覚えている。これが語感で文法を取り入れるっていうことなんですね。例えば僕が台湾で生活をしている時に中国語を習得していた家庭と同じ、赤ちゃんが文法用語を勉強しなくても中国語喋れるようになる、英語喋れるようになる、日本語喋れるようになる、こういった過程と全く同じっていう風な覚え方を、川野さんはしていると、はい、なので必ずしも文法用語っていうのを覚えなくてもいいんです、うん、でも文法用語を使って解説している文法書っていうのは多いのは確かです、うんうん、その文法の用語っていうのを理解することでもしかしたら新しい角度から文法を見ることができるかもしれない、うん、これは間違いないです。僕も文法用語一応ちゃんと覚えてます。でもやっぱりそれに対して難しいなって思う方もいるので、なるべく文法用語を使わないで自然な形で文法を、こう教えてあげる、習得させてあげる、体に染み込ませてあげるっていうので、川村さんはね文句言えませんから、トグフルバドビ新階級合格しているんですからね。これね、結果どうなのよ、その会話と会話だってね、そんなね、中国読めるの聞けるの、失礼いたします、聞けております、聞けております、もう一度言います、聞けておりますので皆さん、はい、これでね全然大丈夫なんですよ。だそういったところで語感を使って文法を会話の中で学習していくというようなことをですね、川村さんは続けていって、はい、今習得したと。ちょっと質問ですか、まあ、さ、はい、これを見てる方、もしくは中国語を勉強されてる方、うん、外国語を勉強されてる方、リスニング特に試験とかになった場合って、うん、もう全部聞き取ろうとするんだと思うんですよ、うん、一文があったら、うん、じゃあ大体10個の単語で構成されている文があります、うん、これをリスニングしてくださいってなった時に10個全部聞き取る必要はあると思いますか。ないです。ない、ないです。聞き取れたらいいですけど、トグフル本番で、はい、僕から見てもまあまあ結構難しい、普通に学習者からしたら難しいような内容を、まあ、今妹に教えてますし、まさにバンド B の内容を、これ普通にそのね1年そこらで聞き取れるようになるのって、まあ、なかなか難しい難易度だなっていうのは結構思うんですよ、うん、そのしかもかなり口語的な言い方なんですよね、トグフルの文っていうのは。もうまさに台湾人がよく使うような言い方だったりとか、なんかよく試験的な硬い言い方ではなくて、そういったところもすごく配慮がされている試験だと思うんですけど、実際の、まあ、トグフル、まあ、模試だったりとか本番含めていいんですけど、どれぐらい聞き取れました。ですね、まあ、正確にこう測ったわけではないから分かんない、うん、体感で大丈夫です。僕の体感では5割、6割、7割ぐらいかなっていう感じです。ものによっては5割、も、う、の、ん、によっては7割聞けていると、うん、例えば1文あって7割聞けたら残りの3割分かんないわけじゃないですか、うん、これをさっき川村さんがおっしゃった想像力、連想力で補う、うんうん、はい、これ皆さん超大事です。リスニングするとき、リスニングするとき皆さんもう一言一句聞き逃さずに全部翻訳して、全部翻訳して、ちょ今群があった、何があった、何があった、何があったってね、こんなことやってたら人生足りないです。さらっと聞くっていうね、そうです、そうです、感じですよね。これレッスンの中で河村さんがいつもやってる聞き方だったんですよね、うんうんうん、そうです、そうです。全体をこうさらっととりあえず一通りこうなんか大雑把にこう聞いてみるっていう聞き方、これ最初できました河村さん。できなかったですよね。できなかったというかね、やっぱりあの分かんない言葉が出た瞬間に思考が止まっちゃう。あ、その分かんない言葉、音が聞こえた、これ何の単語だろうって思った瞬間にでも喋るのが続いていくけど、それはもう入ってこない、入ってこない。で、さっき言ったあの音はなんだ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 っけなんだっけ、聞いたことはなんだっけなんだっけ、ん？で何みたいなっていう感じになってたので。うん、これあんま気にしなくていいかなみたいな。でいつの日からかもうその多分今こんなこと言ったんでしょって言って、うん、返すことをするようになって、だいたいレッスンを始めて1年経つか経たないかぐらいですかね、うんうん、そのぐらいの時から川村さんの聞き方が変わってきた印象なんですよね。それまではさっきの何でしたっけ、うん、で分からんのは分からない、うん、で分かるやつからなるべくもう単語を導き出して、うん、意味を導き出して雰囲気で導き出すっていうようなところ、そうすると会話がねすごく円滑にいくんですよね、うん、止まることがないので、う
で、その中で会話が止まらないから自分の耳に入ってくる中国語自然とめちゃくちゃ増えてくるんですよ。それをダーってもう毎週毎週レッスンでやることによって、もう言うたら中国語のシャワーを浴びてるわけですよね。日本に5つ、沖縄に5つ、その中国語のシャワーを浴びているわけですから、もうトクフルの問題も言うたらまあ結構早いし、うん、1回しか読まれないし、うん、難しい問題かもしれないけども、バーってなんとなく全部聞いて、で、なんかもうその連想してイメージをして、うん、でそれで答える、そうですね、うん、それで十分合格点を取ることができたというのが川原さんのリスニングの成長の部分なんですね。だから私が分からない単語が出てきた時、自分が聞き取れない単語が出てきた時に川原さん止まらないって、もうとりあえず聞くって言ってたんですけど、うんうんうん、これ結構難しいことだと思うんですよ。難しいと思います。それをじゃあ克服するために、うんうん、こう分かんない単語が出てきました、リスニングで僕は言いました、うん、今までだったら止まってしまいます、うん、止まらなくなった方法、これ聞きたいと思います。皆さん、あ、どういうふうな考えをして、うん、どういうふうなことを実際にアクションとして行ったら止まらなくなったのか、僕の元々の、じゃあレッスンを受けた最初の目的何かって考えた時に、会話がしたかった、会話がしたい、 次台湾に行けた時に台湾の人と喋りたい、交流したいってなった時に、じゃあ例えば逆の立場で、沖縄めっちゃ好きでって言って台湾の人が来てくれました、で日本語ちょっと覚えたてなんだけど、ちょっと頑張って練習してるから一緒に喋りたいって日本語を一生懸命使ってくれる、その都度え今なんて言ったんですかって毎回毎回会話で止まってたら、こっちもちょっともう喋るのめんどくさいっていう、ちょっと申し訳ないと思いながらも、そういう気持ちになっちゃうわけじゃないですか。聞き取れなくても、なこういうことですか、こうで答え返して、あでもそうじゃないよ、あ今聞いたのそうじゃないからねって、別にこっちそんな嫌な感じもしないだろうなと思ったんですね、うん、もし分かんないのが出てきて、あ間違えて聞いたんだ、うん、そういう意味じゃなくてで別の言い方をこっちもするし、それって会話が続くのと一緒じゃないですか。止まらず。そこで悩むよりも間違えて間違えてるから、いやそうじゃなくてって会話が進んでいった方が僕としては、まあまあ最初はねちょっと恥ずかしいとかあるけど、うん、それは練習ですからね、その先生とのレッスンで会話の練習をしていって、その辺は慣れていったっていうのが一番大きいですかね。だから会話を続けるっていうのが僕の目標っていうのは思い返したというか。それが間違えてるとかじゃなくて、うん、常に会話を続けていくということが川村さんの中で最重要事項としてあったわけですよね。そうです、うん、悩む、それ思考停止してしまうと、分からない単語で思考停止してしまうと、そこの瞬間会話が止まってしまうわけですよね、うん、じゃあ別に聞き取ったのが間違えててもいいから、うんうん、言ってみる、合ってるかもしれないし間違ってるかもしれない、うん、でもそこでは会話は続いている、うん、この状況が川原さんの中で一番台湾の方とやりたいこと、中国語を使ってやりたいこと、うんうん、それが自分の中でもう一度考え直したんですよね。 そうです、うん、そしたらじゃあ、一回一回吉先生の、中国語ね、うん、遮ってたら、うん、でも僕もやりづらいですよ。そうですよね、みたいな冗談です、そんなね厳しくないですよ。もうそれをやっぱりやめるために、ここでもどれだけ自然なね中国語をこう出せるかっていうところを練習するためにっていうので、それをなくすことができたと。にじだまじだなんかもあいうちだたらじだ星期六在我家开会もあい那时候那个一个女生她是美国美国人，他是美国，对美国的，对，美国人，英语老师，一间我会。以前那个卡梅拉桑有告诉我，星期六的模拟的时候，跟他对话，中文学习的情况，他是英语。老师、所以他喜欢我的学习话，听那个对，然后、他说他跟有些老师，都说不会说、听不懂的单词，不会说就听不懂，就听啊，なるほど。昨天我跟
一円的那个中山人的中文老师跟同学在台湾料理店一起吃饭，吃午饭，这个晚饭吧，吃晚饭啊，一起吃晚饭，嗯，对，我跟他初次见面。刚才这个时候就是可以说我是跟他第一次见，第一次啊，对对对，对对，第一次见。これでね、もう本当に台湾の会社相手に商売して、この聞き間違いで何億損しますとか、そういう話じゃないので。あ、それ僕もできません。僕もできません。ニコで間違っても笑って済ませばいいじゃんみたいな感じですかね。そうね、うん、そう、川村さんってすごくその自分自身でハードルを上げすぎないんですよね、うんうんうん、それがその学習する上ですごくいいことだなって。学習して1年半とか、まあ自分のこの自己学習、一人でやってた学習もこうやって、まあ、1年2年の話ですよ。じゃあ、今生まれて1年2歳の子がじゃあ喋れますかって、喋れないわけじゃないですか、うん、ってよく思うようにしてます。だからもう自分でいや、もっと喋るようになりたいなとか、もっとこれぐらいまで行きたいのになみたいなのはあったりもするけど、うん、そういう考えが出てこないわけじゃないですよ。あるけど、でも思うんです、1年半や2年ね勉強したからって、そんな世の中の1歳2歳がペラペラペラ喋れないじゃないですか。その通りです、ね、そう、それと一緒だなと思って。だからたまにそうやってこう気持ちを落ち着かせるというか、うん、時はありますね。自分のことをちゃんと見えてます、川村さんは。自分はどうしたいんだろう、うん、自分はこういうことをしたいんだな、うん、で、ちょっとこうグッと行ってきたタイミングでもう一度、うん、いや、まあ、うん、焦らず、やっていく。誰かの物差しで言語を測らないでください。僕はね、正直トクフル、川村さん受かりました、合格しましたけど、川村さんの中国語の能力っていうのはトクフルにも完全に測ることはできません。もっと自分の思いとか自分が言いたいことやりたいことっていうのを大事にして本当に学習を進めてほしいです、うん、もっと気楽に考えていいんですよ。そうですね、覚えなかったらね、何か脅されるとか、うん、そういうものでもないですし、うんうん、もっともっとこう気楽に言語というものを捉えてもらえたらなって、うん、人によってはこれ僕本当に何の、うん、別にこれ喋れなくても仕事に差し支えがあるとかなんかあるわけじゃないので、ただ自分が喋りたいからっていう目標だけなのでね、プレッシャーなくやってるんですけど、結局これが留学したいからこの級が欲しないといけないとかっていう勉強もあるだろうし、仕事で使わなきゃいけないから勉強しなきゃいけないっていう人もいるだろうし、検定取るのが目標の人もいるかもしれない。だけど僕は検定が目標でもないし、喋るのが台湾行った時に交流したい、中国語で交流したいっていうのが目標だから、そこに合わせて、その目標に向かって、じゃあ僕は何をしていったら一番楽しく長続きして辞めずにいけるんだろうって。だからこれで終わりではないんですよ、うん、本当に嬉しいし、取れて嬉しいし、 かなり自信にはなりました。でもここではない、もっとやるべきことはもっとあるし、やりたいことをやっていくだけかなっていう、うん。川村さんは今沖縄に住んでるじゃないですか、はい、で僕聞いたことあるのは、沖縄の方って内縄口を話すって聞いたことがあるんですけど、はいはい、川村さんは話せるって言っていいかな、ある程度喋れるの、はい、僕川村さんが内縄口で喋ってるの見たことあるので、あ、すごいなって、全く日本語しか知らない僕からしたら、あ、すごいなっていうところなんですけど、内縄口も一個別な言語な概念なわけじゃないですか、はいはいはい、日本語とは違う。それをどういうふうにこう取得していったかっていうのはちょっと聞いてみたいな、うん、でそれと、まあ、今の中国語学習とその何か関係があったりとか、うん、何か関連はあったりとかするのかなっていうのはちょっと聞いてみたいなと、まあ、まず沖縄出身じゃないので、新潟出身なんですけど、はい、何それ、お米が美味しい。新潟出身で沖縄が好きで来てるんですけどね、そこで僕別に内名口を取得しようと思ってしたわけじゃなくて、22、23年前、もうちょっと前かな、に来ました。で来て就職したところが老人ホームだったんですけど、はい、今そんなことはないんですけど、当時
あの沖縄 の, その老人ホーム高齢者の方たち、明治生まれの人とかたくさんいて、内縄口しか喋らないか喋れないかの人がかなりいたんですね、うん、今もそんなことないですけど、っていうところで働かなきゃいけなくて、で言ってももう周りの同僚たちの言葉も内縄口とは違うんですけど、沖縄なまりの日本語って言えばいいかな、慣れない単語もだし、イントネーションも全然違うし、ちょっとイントネーション違いますよね。だいぶあの同僚との会話も分かんないこといっぱいありましたけど、はい、プラスアルファもう本当に内縄口で全然違う言語に聞こえるの で, でそこにポンと老人ホーム入って、仕事で、高齢者の方と話をしなきゃいけない仕事ですからね、相手がもうこっちのことはとにかく構わず内縄口で全部返してくることに返さなきゃいけないわけですよね。で理解もしなきゃいけない、中国とリスニングと同じです、ね、本当です感覚でも本当外国にポンと放り込まれて働いてる感じでした。あ、当時もう当時の沖縄での、まあはい、お仕事というかそれぐらい、全員が全員じゃなかったけれども、あの本当に全く何を言ってるかわからないおじいちゃんおばあちゃんもいました。今はなんかあのなんか教科書じゃないけどなんか出てたりもするけど、当時そんなものでわざわざ勉強したわけでもなく、でまあ仕事で使うからご飯だよ起きましたかの、だんだんやっぱ生活で使うものは覚えていくわけですよね、うん、でしたらいつの間にか、まあ、ある程度は覚えてたっていう、身の回りで使うものを優先、ね、まあ、優先で覚えていったというか、う覚えちゃったっていう感じですね、うん、でちょっ と,、うん、と昔の丁寧な言葉を使った劇とか演劇とかもビデオでよく見てたんですけど、うん、そういうの見るとすごい丁寧な言い回し、今で日本語で言うこの尊敬語とかもきちんとあったりするし、その王朝時代の首里とかっていうその都の丁寧な言い方もあれば、各地また方言がいろいろあるわけです、まあ、つまり広東語、上海語、北京語ぐらいの感じですよ。わかりやすいです、わかりやすいです。もう本当出身も違うおじいちゃんばあちゃんいっぱいいたし、そうするともう本当意味わかんなかったんですが、でもある程度一般的なね、うちのうちはなんとなくは習得できるようになったし、規則性とか法則を覚えたり発音とかもそうですけど、ただ割とある程度は、うん、どんどん伸びていったし、あと三線僕やってたので歌ってる歌詞の内容があのうちのうちなので、それで割と覚えるのが早かったかなと思います。実際に歌って覚えたりとか、ね、実際に老人ホームのお仕事で使って覚えたりとか、それこそもう勉強したことは一切ないです。沖縄より留学に来たみたいな感じです、感覚的には。そう、生活をしていきながら、まあ、覚えていくと、うん、これがまさにその今聞いた感じだとこれがまさにルーツというか、うん、この中国語学習で、うん、そのまあ、教科書とかを、まあ、使わずして覚えていくっていうところのルーツなのかななんてのは思うんですけど、うんうん、そうですね、あの時にある程度あの本当に完璧に喋れるとは今でも思ってないですけど、今の僕と同年代の沖縄出身の人たちよりも聞けるし喋れるっていう自負は実はあって、それができたんだから中国語もできないはずはないだろうっていうのもよくあの自分をこうポジティブに持っていくためには思ったりもします。一つそこであったんですね、うん、その何かを習得するという経験が、うん、これ皆さん聞いていてすごいと思いませんか。河村さん、音だけで内縄口を学習してるわけですよね、うん、目を使った学習、耳を使った学習、まあ、いろいろ口を使った学習、まあ、音読だったりとか、まあ、聞き流しも、ね、その一種ですけれども、そんな感じでいろんな勉強法があるんですけど、言語って突き詰めていくと最終的に音っていうところに全て集約されるんですよね、うん、音があるから文字がある、音があるから文法がある、音があるから単語があるっていうところなんですよね、うん、最終的には音っていう部分に自分がどれだけ音を真似ることができるかとか、うん、音を聞くことができるかっていうところが言語能力の差なんですよ、うん、だから難しい文法をいくら知ってても、難しい単語を知っててもちゃんと発音できる？ちゃんと聞き取れる？言えなかったら、聞けなかったら、知っていてもそれは自分の中での知識だけですよね、うん、実際に使うことはできないと。河村さんの内縄口の習得方法ですよね、これを思い返してみると、特別教科書を勉強したりとか参考書をやるんではなくて、
まあ、老人ホームでのお仕事、そのお仕事の中で、ご年配の方とこう話したりとか、まさに内縄口しか喋らないっていう年代の方とたくさんお話をすることで、こうもう身についていったと、まあ、それをまあ言うたら中国語にも応用しているっていうような形なんですよね、うん、そういう経験があったからこそ今のこの中国語学習でそういう気持ちになれたのかもしれないけど、うんうん、その経験なかったら僕もひょっとしたら文法書をいやいややったりしてるのかもしれない。もう音でできるっていうのが内縄口で分かってたから、うんうん、その中国語もいけるだろう、同じ言語なんだったらいけるだろうと、うんうん、でまさにいけていると思います。いけています。いけてます。いけています、はい、この音ありきっていうところって、うん、実は僕が一番大事にしているところでもあるし、川村さん自身も自分でその音ありきなんですよねっていうね、うん、なんかこうすっごいレポートを書いてもらったんです。そうやっぱり中国語って音ありきだなっていう、うん、それをちょっとその中国語の学習の場合、うん、どういうところが音ありきなのかっていうのを学習者の目線で教えていただくことでできますか、うん、はい、あのやっぱ音ありきだなと思ったのは勉強してもう最初は分かんなかったです、うん、最初は分かんなかったけどどんどんちょっと話せる量が増えていったりとかレベルがやっぱ上がってきてある程度になって考えて振り返ったら分かることがいろいろあったんですけど、もう日記の勉強法もなんだ文字自分で書いてるんじゃって自分でツッコミを入れたこともあったんですけどね、うん、だけどこれってまあ確かに文字は使うんですけど、うん、全部書いてるのって今そうそうそう音思い出して書いてるわけですよ。だから喋るときと一緒、はい、喋って音に出すか喋ろうとした音を文字にして出すかの違いで、あ、音なんじゃん日記もって思ったことがあって、うん、これあの日本語を組み立てて字を書いてるんじゃなくて本当喋るのと一緒でオーシャンヤオオーシャンヤオで書いてるわけだから、うん、結局これも音なんですよね。でその後一回音読をしたりもするんですね、書いたものを、うん、で書いてみたらあれなんかちょっとこれ音で聞いたらちょっと違うかもみたいな、音で覚えた文法や語感が口に出すことによってちょっと変やぞとっていうこともあって書き直したりで調べたりっていうこともしましたし、文法書って日本語読んでるだけだから中国語の音を出してるわけではないし、やっぱ喋れるようにはならないですよね、うん、普通に考えて、うん、学校教育がもうすごい前ですよね。学校教育が行き届いてない時代の全世界の人、やっぱ字が書けない人って昔はいっぱいいたわけじゃないですか、うん、でもじゃあその時口から出すこの言葉ってなくなりましたかって言ったらなくなってないし、当時から字書けないけど喋ってコミュニケーションしてってこう日々時間が過ぎていって今なわけじゃないですか、うん、今はだから識字率は上がって文字はみんな知ってるけど、じゃあ文字知らなかった人たちは喋れなかったのって言ったら喋れるって思うと、あ、音ですよ言語はっていうところまでたどり着いた感じです。この世の真理まで行ったような。ただこれは本当にこの世の真理とまだはいかないですけれども、うん、言語の真理ですね、うん、音声音っていうところから全てが生まれているっていう、そうですね、そう現代になるとそうだ、日記書くだけじゃなくて台湾人と LINE をしたりとか、うん、メールを打ったりとかもするわけですよね。そうすると僕はツインを使って打ってるんですけど、よく考えたらこれも音打ってるじゃんって気づいた時があったね。あれ音わかんないと LINE 打てないって思って、僕らがこうじゃあ字を打つ時とかもそうですよね、うん、音をまず自分の中で再生してそれを手を使って打ち出していく、うん、っていうのと同じことを川村さんはやっていると、うん、暗記してるわけじゃないんですよね、うん、そうですそうです、台は、あと、あい、台のこの字の暗記だっていうんじゃなくて音でそれを導き出すということが今はできているんですよね、うん、大変じゃ大変じゃないですか、はい、音は、まあ、最初なんて点で聞き取れないしうまく発音もできないし、そういう時にやっぱりちょっと逃げがちではあるんですよね、うんうん、その、まあ、目を見て勉強した方が得られる情報量ってたくさんありますし、うん、勉強した感あるじゃないですか、うん、目を見て使って勉強して、わー今日これだけノート書いたーってね、目に見えるようになったらやっぱり満足感もありますし、じゃあ果たしてそれは会話につながってるのっていう話なんですよね、うん、川村さんの中では。 それは常に常に追い求めてきた、はい、その時にねやっぱり文字に逃がさないのが先生の仕事だと思ってますし、もうレッスンではもう中国語ね聞き取れないですって言われても中国語で喋り続けるっていうね、うん、ことをずっとやっていくと
慣れていくんですよね。体に染み込んでいく、五感が慣れていく、あ、今先生こういう風に言ってるなっていうのがなんとなくこう分かるようになってくるんですよね。それはなんかどれぐらいやったかとかではなくて、音をもうとにかくたくさん聞くだけじゃなくて、自分の口から出してみて対話をしてみて。そうですね、聞くだけでは僕無理ですね。台湾の歌手の歌からとかニュース、あのネットニュースで台湾の、ニュースを聞いたり、さっき言ってたドラマとかで、じゃあ聞くのは慣れるんじゃないって僕も最初本当思ってたんですけど、うん、でそれだけでもう本当意味わかんない音が聞こえるだけなので、どうやってもそこから、うん、楽しくそれを続けられることにはならなくて、うん、いつの日か自分がその音を、音を出せるようになってきたからこそ、その自分の出した音と聞こえた音がこう合致して、あ、今自分の言ったあれと同じことを言ってるんだで、うん、ちょっとずつそれが増えていったっていうだけの話なんですね。分かるようになってきてるっていうね、うん、そうですところの、だから最終的、もう最終的にっていうか、もう最初から音なんです。最初から音なんです、うん、だから音だけでね勉強するっていうのはなかなか難しいことかもしれない、うん、そのためにまあ目を使ってもいいんですけど、ここで話しているのはそのあくまでバランスの話、うん、もう目だけに頼り切るとか、うん、まあ、耳しか使わない、口しか使わないっていうところじゃなくて、ちゃんとバランスよく音読なんてのもやっぱりその目の使い、で目の情報をね、口を使ってこうアウトプットするっていう作業だと思うので、まあ、そういった部分でもね、こう音、音をね、ちゃんと勉強するっていう、音を聞く。あなたたちは今、中国語という音を勉強していると。みんなは中国語という音楽を勉強している、音を勉強しているという認識をね、こう持って勉強をね、やっていきたいな、はい、これからも頑張っていきましょう。はい、日記も文字書いてるんですけど、うん、音で書いてるっていうさっき言ったんですけど、新しい分かんなかった単語を調べて書いて、で最後音読するので、音で通して、じゃあ今調べた新しい単語を音で読めるの、今書いたのがちゃんと覚えて読めるのかをやってる感じです。あの、うん、文字で、あ、これはこういう文字なんだっていう単語帳ではなくて、調べて書いた音が果たして読めるかどうかが重要で、うんうん、最後に一回通して読んだ時に、今調べたのに音出せなかったな意味ないですね。意味ないです、うん、でそれをやることできちんと覚えてなくても、例えばその後のレッスンで、あ、この前調べたこれだなんか、うん、なんか残ってるよ、聞いたことあるぞみたいなっていうだけでも十分なんですよ。だから新しい単語って文字を調べて書き写すんじゃなくて、音を知る、知る、そう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 、それが重要かなと。わからない単語を調べたとしてもね、こう漢字だけ書いて、うん、ピンだけ書いて、ツインだけ書いて、意味だけ書いて終わりではなくて、うん、ちゃんとその音まで確認してくださいというところなんですよね、うん、音です、音ね。皆さん単語帳も CD まだつけっぱなしじゃないですか聞いてますか、ちゃんとね音で覚えるんですよ。音で聞く力、聞く力が大きくなれば、もちろん聞いて分かることが増えているということは、自分で喋れる可能性もあるわけですから、うん、読んでわかるということ、音わかんない可能性あるので、あ、読めるんだよねっていうのは全く意味ないです、うん、リスニングも苦手なんだよね、めちゃくちゃ多いです。漢字から勉強してください、漢字がわかるから、うん、まあそういったリーディングとかこういったもう目を使って勉強するっていう方法は、いや楽かもしれないんですけど、うん、これがね目標会話じゃないとかだったら別にいいです。僕はこれは話したい、相手とコミュニケーションを取りたい、そのための勉強として中国語をやっているっていう方に向けての動画になるので、これまで学習をしてきて、普通の王道と言われている学習のレールから1000本ぐらい外れたところで学習を進めている川村さんに来ていただきましたが、今日いかがでしたか。いやー、なんかここまでどうやってきたかとか、やっぱかこう一回自分でも何をやってきたかってちゃんと考えるのも必要かなっていうのも思いますね。ただあの中国語の音聞く出すっていうだけが中国語の勉強ではなくて、うん、あ、こういうことをやったからこういう結果になったんだとかって言って自信を持ったり整理したりっていうのも僕は大事な勉強なんじゃないかなって、今日はそういう機会になりましたね。こちらこそ本当にありがとうございました。ありがとうございます、はい、そしてこの動画を最後までご覧いただき皆さん、はい、ありがとうございました。お疲れ様でございました。次回の動画でお会いしましょう。おつえちーん、バイバーイ、バイバーイ。まあ、私もその母国語ではないので、台湾、中国語が
あの台湾で中国習ってた時のスーパーポーえぇ、ー、プシュみたいな言われて、もし今動画見てたら